ちょっと時間経ちましたけど、はい、はい、エイプリルフールはお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。もともとね、うん、まあやってた流れだけど、うんうん、今年はジョーさんがちょっとね、はい、3D を本当はやりたくて、うん、はいはいはい、はい、言ってましたね。そう、女体化の 3D を作ってたんですけど、はい、まあ間に合いませんね。そりゃそうです。そりゃそうです。難しくてでございましてですね。そりゃそう。会議の部屋に入ってくるなりニヤニヤした顔で何やねすごい。でもその会と言っちゃなんだけど、パッケージのイラストを描いてます。桜を前にした女体化を描いて、ギャルゲーパッケージみたいなイラストね。それをこれをツイートするのってどうすかみたいな話をした時に、高坂がじゃあさ、もうそういういわゆるギャルゲームの PV 作ろうよみたいになって、そっからいろいろ話がね、はい、これがエイプリルフールの2週間前の出来事です。よく2週間であそこまで作ったよね。いやもうそれはね、協力してくれたから本当にありがとうございます。いいよ、まさにミオリアギャルゲーの PV 作るからピロヒーで。もしもしピアン、ギャルゲーの PV 作るからロゴ書いて。2週間前、もう皆さんすごいスピードで社会いける。社会さんお願いしますみたいな。作ったことないですけどいけると思います、 いますみたいな。でもともとさ、うん、我々はさ、うん、あれに CV をつけるのが、そう、ずっとつけたいねつけたいねって言ってたから、もうこれ、うん、暇やるしかねえっつって今だみたいな。そう、ただ誰にどれをどう当てればいいか分かんないから、かい、うん、とりあえず全キャラの軽いプロフィールと、うん、はい、でセリフを全部バーって書いて、そう、コウさんがセリフ書いて、いろんな友達にこういう企画があって、こういうことがあって声が必要なので、うん、お好きなだけサンプルボイスを取っていただいて、その上で採用されるかどうかは分かりません。すみません、大変申し訳ないのですが、謝ればいいってことない、協力していただく立場でオーディションという形になるんですが、それでもよければ取っていただけますか。言うてみるもんや、すみませんみたいな、言うてみよう、人ばっかりじゃん。いやもう、だからあれなんだよね、今回芝居当ててくれたみんな他のキャラのも実は撮ってくれてて、聞きたいけどね。そう、あのね、うん、世の中のアニメの音響監督という方々がこういった選択を迫られていたのかと思うと、そうそう、でもオタクだからさ、うん、このオーディションで行ったのにこっちの役になったってエピソード好き。聞いたことあるある、わかるね。だからさ、わかるね、ああいう形になりまして、でどうせ、うん、これに CV 作るとか分かってねえやとかしょうもないこと言ってくるやつどうせいるから、そういうやつのためにじゃあ免許入って金払えボーケって免許に言えるって、皆さんにも撮っていただいて、ね、ありがとうございました。撮りましたよ。でメイカさんは歌いメイカってコンテンツが、うん、らだから、まあ、ちょっと語り出すと動画に本文がない。だから、うん、おギャルゲといえば新入ポジ、そうしかも落ち会議超盛り上がってあのさ、メイカのセリフ2秒で考えた俺。いやマジでただのバカだよね。違う、でもガンパラ心臓じゃねえよ。何の時あーなんだよ、あーなんだよ、いやそうじゃん、いる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 のいるか、いやいやそんなわけないじゃん。でもなんかね、うん、みんなイラストも描いてくれたりして盛り合っていただいて、おかげさまで、いい、よかったですよ。なんかすごいびっくりしたことがあったんだよね、はい、なんかその高坂と話してたんだけど、うん、高坂がセリフを描きます、はい、で俺がイラストを描きます、うん、情報はそれだけ、うんうん、それだけをそのいろんな CV の方々に送ったわけじゃない、うんうん、結構ね似た芝居を皆さんされてて、シンクロニシティみたいな別に誰お願いしたかも言ってないよね、言ってないんだよ、ね、けどみんなこのキャラの時は結構そういう系で一致してるんだ、なんか右左ぐらいじゃなくて、うん、右左のもうちょい細かい4分割ぐらいは同じ、はいはいはい、方向性はだから同じだったんだ。 それすごいね、こっちから指示があったかのような、面白いな。だからそれは面白い現象だなと思ってて、そうなってくると何が起きるかっていうと、より迷う。そう。どれも、ね、選択がどうするか。どれもいい。
みたいになっちゃって難しいねあれは面白かったな一晩ごとに安城さんの意見がやっぱりごめんこっちやっぱりやっぱこっちかもしれないこっちかもしれないすごい右往左往したよねえ、うん、いやでもあれはなるわなるし面白かったな。いや他のセリフもねマジで CV いただいた方々の聞いてほしいぐらい他のやつも聞きたいですよ、うん、すごかったよね結構一緒に TRPG するメンツもいるけど、うん、まあ、あお前その声出すよなっていうのもあればお前そんな懐かたなそんなものを懐にみたいなのもあったり、うんね、声の演技できる人って本当にできるねできないからさいいよね本当にねいいよねいいよねいいよな なんだこいつら楽しそうだなめっちゃ楽しかった今回のこのエイプリルフール、まあ、楽しそうだなと思ったエイプリルフール作るの楽しい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 ね、うん、いやなんか作りたくなったあそれいい話だね毎年毎年息を潜めてツイッターでツイッターをやりかねないようにねしないお前も VTuber だろって言われないように言われないように言われないように行事になるごとに息を潜めて忙しくてツイッターにはいませんいなせっていう手で手で、ね、周辺の1日半ぐらいいない肩身狭いんだ繰り返してたんだけどそうなんだ今回楽しさに気づいてあ、うん、あでも俺もどっちかっていうとホームズと一緒でやっぱりうん、マスでさばいでると車に構える、うんうん、かるそのタイプのオタクだから、ね、あそうそうそう、うん、マスになびいてっていうかマスの中でちゃんと自分で能動的に動いてたのってやっぱ学校行事と学校の体育しかなかったから、うん、あなるほどねなぜかことサブカルに関してはずっと車に構えてる、うんまあ、警戒もあるよねこれに対してあるどうかなみたいな、まあ、そうですよ、うん、それはある俺は結構あるそれ、うんうんまあ、オタクの習性ですよまあそうだよねオタクの習性裏切られたくないのかな本能的にもねみんな同じとこに行ったらその先崖だったらみんな死んじゃうから種の保存種の保存なんですげえ怖いこと言うやん植物みたいなそうそうそうだから一人二人はそういう人がいないと残んないから生存戦略生き残んないなるほどね確かにホームさんは最後まで残って生き残ってそうなんかそういうサスペンス系のドラマとかでも、やだよもうカラッカラになった大地で一人でタバコ吹かしてこれ最後の一本かっつって旅出たところでフィーンって出るの車に構えたかつは希望を残すエンディングいやだから、うん、PV 出しちゃうと、うん、来年はちょっとゲーム画面動かないと思う今年のエイプリルフールね、うん、ちょっと実現するのが多かったんだよねえおいや確かにそれこそブルーアーカイブのジャンクのコラボ あれもあそうかエイプリルフールで告知したからそうなんだ多いんですよちょっと、最近結構エイプリルフールにマジで告知するあるよね今年、うんうん、あとボーボーボーも舞台そう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 めっちゃ嘘っぽいエイプリルフールじゃねえのかよめっちゃ嘘っぽい本当になるんだマジかよ一番嘘なのに実現する傾向でしょうかとっすねあとね世界情緒さんがアイドルパロみたいなあはい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 あれは本当にゲームが Steam で出たりとか出たりとかねそうなのもったいないしねエイプリルフール告知はその、うん、エイプリルフールかじゃないんかもできるから、うん、いつでも美味しい、うん、びっくりも味わえるし、うんうんうん嘘なら嘘でそれはあれであそうそうそうよかったらよかったで、まあ、どっちもいい、ね、美味しいからめちゃいいね今年はこれをやっといて、うん、結構好評だったから来年はじゃあ実現させてみようっていうどうせでもあるかも ね試しにやってみてね体験版かいやゲーム作んのってキリキリ使える人いるキリキリ何ですかキリキリ使える人いる何ですかキリキリ売り手でもいいめっちゃ売り手でもいいめっちゃ急ぎだ気がノベルゲーム作るあるプログラミングみたいなのがあってそう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 有名だねスクールがあって懐かしいキリキリ聞いたことないもん今こいつらだけ笑えばいいや伝わったやつねわかんない刺さった今うわ使えますよみたいな人いそうだないそうだよねだって結構みんな触ってたしなでもあれ実現したら全然忙しいのくなるのって、うん、七広とエボシと土砂とバリだから、うんうん、フルボイス？フルボイス？フルボイスなの？いやそりゃ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 体験版でフルボイスか、ね、そりゃフルボイスの親友ポジめっちゃセリフ多くない？俺も多いめちゃめちゃ多い体験版だから一番多い
だよね。会計もだから一番多い。じゃあ歌いメーカーも忙しくない。歌いメーカー忙しい。いいけど、うん、いいけど、いいけど、いいけど、また変なセリフいっぱい読まされるんだもんね。ちゃんとね、あのタイガー道場もやんないといけないから。あ、そう、バッドエンド用の、バッドエンド用の、バッドエンド用のね。多分体験版ね、絵文字セリフないな。ほむこ、ほむこ姿だけだと思う。あ、ほむこは土砂さんかな。土砂さん、土砂か。あのね、絵文字のほむこもいいんだよ。あの、いや、それ聞いてないよ。そう、あの、あるんすよ。なんで今みたいなことが起きるかっていうと、いや、そう、そうだよね、多分。最初はちょっと違ったもんね、組み合わせが。あとね、土砂のね、高坂もいいんだよ。そう、まず最初に、七平さんに高坂を読んでもらいたいからちょっとスタートした。そう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 。で、全部七平で行こうじゃなくて、山寺宏一システムで。パワー。そう。で、全部ね、やってもらう。でも、七平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 の面白さより、全部違う面白さの方がおもろいんじゃないか。気合入って今回ね、今回は。そうなのよね。だから、ほんとギリギリまで悩んだな。七平安城もよかったな。よかったんよ。よかった。聞きたいな。だ、エボシさん本当最後の最後で変わった。そう。安城になったの。最後の最後だ。最後の最後で。結構悩んだな。土砂工とかもね。よかった。その通りだったから。うん。全部よかった。バリアナだけぶち抜いていきましたね。ぶち抜いていきましたね。俺はちょっとね、希望もあったから。あ、そうそうそう。ちょっと低めで。低めかっこいい系でっていうやっぱり。いや、俺からしたらさ、何も聞かされてないでこのセリフ取ってってリテキストってさ、全容も何も見えんのよ。メーカーには、メーカーとりあえずこれ取って。分かった。何もエイプリルやることね、主張でわって喜んでた。メーカー依頼の時点でメーカーエイプリルフールってあのディスコード区切って送ったらエイプリルフールに対していいよって返ってきた。もう食いついた。もうありがとう。餌がポッと入った瞬間、俺パサッ海に飛び込む前に食いついたよ。もう水面から見える。水面から見えた。来た。エイプリルだ。よっしゃ。ヒット。ヒット。どんなことでもやってやるっつって。そしたらカッパ読まされた。カッパ読まされた。いや、だからもうお前らのなんか美少女ボイス聞きに行ってやろうと思ったら美少女ボイスなってるって思って。聞かされてないもん、そんな。なんか。なあ。残念。免言に入ってくる。免言やります。免言やりますから。宇多部さん二段落ちだからね。あ、そうそうそう。どっちも一緒だった。どっちも一緒。メイカは一緒なんかい。っていう二段構え。やかましいな、マジで。めちゃめちゃ美味しいです。めちゃくちゃ美味しい。美味しいけど。いや、そうなんだよな。マス祭りっておもろいんだよな。いや、面白いよ。知ってたはずなのにな。うん。文化祭とか体育祭で。そうなのよ。本来は面白いもの。みんなでね。10月の体育祭、4月から練習するタイプだもん。早っ。半年がけ。やる気じゃん。いや、あのね。とある競技の時にその部活がうちのクラスにいない年があって、やばい、負けるってなって、だからクラス分け終わった瞬間にその日からその競技の練習を昼休みと放課後を始めて、勝ちたすぎやん。で3位になった。すごすごいね。すごいな。入るよその部活。普通に負けた時泣いてた。全力でそのイベントを楽しんでやってる年季が違うよ。いい青春してる。すごいな。めちゃくちゃいいやん。ニコって年下の後輩の男の子にすごい慰められる。ちっちゃくて可愛い男の子がいて、すごい可愛がってたら、頑張ったっすよっつって。いや、めっちゃ頑張ってましたよ。シクシクシク。やっぱイベントごとは楽しいんだよ。楽しいね。基本的には。基本楽しめるよね。うん。懐かしいな。どう楽しむかを自分たちで作れるかってことですよね。ああ、物自体はあるのだから、そうそうそう、そこに対する望み方、自分のマインドセット、うん、それ次第で世界は変わるっていうことね。そうそう、どうにかならない他人の気持ちよりも、まずはどうにかなる自分の気持ちからどうにかしませんかってことね。その通り。もうまとまる感じかな。別にはみ出てもいいっすよ。はみ出てもいいっすよ。ごめんね。そうかそうか。いや、なんか言おうと思ったけど、いいタイミング見つけられなくて、あ、終わっちゃう。これボール流れだ。まとめるやつだ。もう落ちないじゃん。終わりです。終わりです。終わりです。どうしよう、止めるのもちょっと違うかなって。それほど話してもらえたの。やっちゃうかな。悩んじゃった。ミラムから。
餌食ってくる気がしちゃって。そうなんだよね、食いつくか悩んでたけど。終わっちゃったよ、終わっちゃった、終わってけ、終わりです。なんか、うん、モンスターズ名とピアちゃんのチャンネルを登録しとくとなんかいい感じらしい。あ、そうなん、うん、ついでに、うん、面白かったらだけど高評価ボタン押してもなんかいい感じらしいよ。へえ、よく知らんけど押しとこう。